前回までのあらすじ、世間が鉄腕アトムで揺れる中、人形アニメから生まれた会社東京ムービー、だがアニメ素人ばかりでうまくいかず、すぐに経営危機になってしまうのだが、その時ちょうど東映に委託すべ大吉郎さんを勧誘することに成功し、すべ大吉郎さんは A プロダクションを創設、隠して東京ムービーと資本提携はせずに業務提携するのだ。そして1970年に兄を助けるためにすべ大吉郎さんの弟、三吉郎さんも東京ムービーに入社し、その間に色々あって、東映から高畑勲さんなど名だたるアニメーターが出入りした後、東京ムービーと A プロダクションで経営方針が変わったのと、お互いの会社の経営が赤字だったので各自独立、その独立は平和に終わったのか喧嘩別れだったのかはわからないが、隠して A プロダクションは新映動画として新たな一歩を踏み出すのであった。この動画はなぜテレビ朝日でドラえもんが放送されているのか、新映動画誕生編の続きです。まだ見てない人はできればそっちを先に見てから見てみてね。というわけで今回は、なぜテレビ朝日でドラえもんが放送されているのか、ドラえもん誕生編、だ。二人のアホがいて、今日がある。というわけで今回は、前回に引き続きなぜテレビ朝日でドラえもんが放送されているのかを解説しよう。前回いろいろあって、1976年9月9日に東京ムービーから独立した新映動画、世間的にはそこから3年後の、1979年4月2日にドラえもんのテレビ朝日版が放送されるのだが、この間に一体何があったのか。まず、新映動画は社屋を田無市北原町かっこ原西東京市に移動し、独立後最初のデビュー作はドラえもんではなく、1977年に手塚治虫先生原作の PR 用短編映画、草原の古典振りであり、しばらくは他社のグロス受けをこなした後に、1978年に社内から仕上げ部門を切り離し、作画スタッフも大幅に削減して経営をスリム化したのだ。この時独立した作画スタッフで立ち上げた会社が、現存するアニメ制作会社、アジア堂であり、ここには柴山勉さん、小林治さん、山田道志郎さんなどのアニメーターなどがおり、後にちびまる子ちゃんや、忍たま乱太郎などの有名なファミリー向けのテレビシリーズに着手することになるな。へぇ、アジア堂ってそういう成り立ちで作られたんだね。そう、そんな新映動画であったが、肝心のドラえもんはどうなっていたのかというと、時は少し遡り1977年秋頃、新映動画で仕事がなかった楠部三吉郎さんは、わずか半年で打ち切りになっていたドラえもんを突如としてひらめいたと言います。え、ひらめきなの？っていうか打ち切り？うむ、前回は選別代わりにドラえもんの放映権をもらったという話があったが、どうやら楠部三吉郎さん曰くドラえもんはひらめきで思いついたらしく、そしてここで打ち切りになったというのは、実はドラえもんがテレビ朝日で放送されるより前、1973年に一度アニメ化されていたのだが、複雑な事情で打ち切りになってしまい、世間的に闇に葬られた作品があるのだ。これは過去に詳しく解説しているので、その当時の事情を知りたい人はそちらを見てもらうとして、ここで楠部三吉郎さんはドラえもんの原作許諾を得るために、新宿は12層にある藤子スタジオを訪ねたのである。ちなみにこの時の楠部三吉郎さんと藤子先生は初対面ではなく、1971年、東京ムービー時代に放送された新お化けの九太郎アニメ化からの顔なじみであり、他にも前回紹介した、宮崎駿さんの実家と牧歌を藤子先生に頼んで、ジャングルクロベイと下のも楠部三吉郎さんであり、何かと縁のある間柄なのである。なるほど、楠部三吉郎さんだからこそドラえもんの原作許諾を取りに行きやすかったってのもあるんだろうね。まあそういうことだな。楠部三吉郎さんは先生にはうなりこう言うのだ。先生、独立したんですが、何もやることがありません。この先、どうなるかもわかりません。でも企画を立ち上げたい。そこでお願いですが、ドラえもんをアニメ化させてもらえませんか。どうか、ドラえもんを僕に預けてください。と言って原作許諾をお願いすると、気が遠くなるぐらい先生は黙っており、明らかにいい話を持っていった感じじゃないのが分かったと言います。そして藤本先生はパイプを加えて煙を吹き出すと、おもむろに口を開き、楠部くんがどうやってドラえもんを見せるのか、教えてもらえませんか。原稿用紙3、4枚でいいから、あなたの気持ちを書いてきてください。という宿題を出されたのだ。なので楠部三吉郎さんは書きます。と一言残して急いで藤子スタジオ1階の喫茶店で、書き始めたが名文が湧かない。そう楠部三吉郎さんはこういうのは全く向いていなかったので、藤本先生に数日時間をくださいと了承を得た後、当時発売していたドラえもん全13巻を買い込んで、とある人の自宅へと向かうのである。そう、それが高畑勲さんなのである。おお、まさかの高畑勲さん？そう、前回少しだけ登場した高畑勲さんは、その後随を見て、アルプスの少女ハイジ、母を訪ねて3000里、そしてこの頃はペリーヌ物語などを手掛けていたのだが、
楠部三吉郎さんは東京ムービー時代に、よく宮崎駿さんや高畑勲さんとヨタ話をしており、そんな中で楠部三吉郎さんの目には、高畑勲さんはとても謙虚な方で、作品に真摯に向かい合い、そして本質をつかみ取ろうとする人物だったので、この人しかいないと思い自宅に押しかけたのである。なるほど、自分より上手に伝えられる人にお願いしたんだね。そう。そして楠部三吉郎さんに何も言わずに読んでくれとお願いされた高畑勲さんは、読み終わった後にこう言うのである。さんちゃん、正直、目から鱗だよ。藤子不二雄漫画の魅力は、それなりに分かっているつもりだけど、改めてドラえもんを読んで驚いた。こんなすごい作品が日本にあったの。さんちゃん、本当にすごいよ。この漫画には、子供の心をぐいっと捕まえる力がある。夢中にさせる驚くべき力がある。子供の願望を、こんな形で叶えるキャラクターを出現させるなんて、これは画期的だよ。か、その思いを素直に書いてくれませんか。と、ここで楠部三吉郎さんは高畑勲さんに事情を説明し、ゆくゆくはテレビ局に売り込む旨を伝えるのである。そして高畑さんは美辞麗句で褒めるのではなく、魅力の本質をズバッとしたためた企画書に、3日後に上げ、高畑勲さんと共に楠部三吉郎さんは再度藤子先生に会いに行くのであった。そして藤子先生は企画書を目に通し、終始にこやかに何度もうなずかれてこう言うのだ。わかりました。あなたに預けます。おお、これで新鋭動画にドラえもんの原作許諾が来るんだね。そう、なのでその時楠部三吉郎さんはお礼として1年間の営業券、100万円の小切手を手渡すのだが、この時先生は後にも先にも、表層も口調も変わるように、それでも静かに悲しく怒り、楠部くん、僕はあなたにレポートを出せと言ったこと自体、大変失礼なことだと思っているんです。今まで自分の作品は、良縁に恵まれてきました。おばきゅうにしても、パーマンにしても、みな幸せな家庭へ嫁に出すことができました。でも、ドラえもんだけは出戻りなんです。散々な仕打ちを受けて戻ってきた、かわいそうな娘なんです。でも僕にとっては目の中に入れても痛くない、かわいい娘なんです。だからもし、もう一度嫁に出すことがあったら、せめて向こうは自分で選ぼうと、そう決めていました。それで、失礼は承知の上で、レポートを書いてもらったんです。そして、私があなたを選んだ。私が選んだ婿から、お金を取れますか？あなたに預けるのに1年間なんて期限は切りません。日の目を見なくたっていい。楠部くん、ドラえもんはあなたに預けたんです。と、藤子先生は全てを楠部三吉郎さんに委ねることになるんだな。そっか、ドラえもんだけは一度藤本先生が思い描かない作品になったし、一度打ち切りになった経緯もあったから、かなり慎重になっていたんだけど、楠部三吉郎さんや、高畑勲さんの思いに応えて全てを預けてくれたんだね。そう、なので楠部三吉郎さんはこの思いを受け取り、早速営業に入るんだな。東京ムービー時代、楠部三吉郎さんは主に日本テレビや読売テレビにお世話になっており、まずはこの辺を尋ねれば簡単なのだが、新鋭動画は東京ムービーと揉めて独立した経緯があるので、そんな新鋭動画が東京ムービー動画時代のコネに頼るというのは、仁義に反すると楠部三吉郎さんは思っていたので、事情を知っていて、声をかけてくれる読売テレビ局の方もいたんですが断ったと言います。なので楠部三吉郎さんは、これまで全く仕事をしたことがないテレビ局、つまりフジテレビかテレビ朝日に話を持っていくのだ。お、ここでテレビ朝日にドラえもんが決まるのかな？いや、残念ながら世の中そんなに甘くはないのだ。このドラえもんの話をテレビ局に持っていくと。なんでドラえもんなんか持ってくるの？うちに。ついこないだ、日テレでやって 7% だったやつじゃない。クズのクズを捕まえようとするのか、俺をバカにしてんのか。他のなら検討してやるから、持ってこい。と、結果は散々であり、一部は好意的に一緒に仕事をしようというムードもあったんですが、ドラえもんじゃダメ？っていうところが多かったのだ。まあそりゃテレビ局側としてはすでに過去に色々あった問題作だし、視聴率がもうある程度出ちゃってるから、わざわざドラえもんを選択する理由がないってことなのかしらね。そういうことなんだよな。なのでこの後楠部三吉郎さんはテレビ局がダメならスポンサーだと、手当たり次第の企業にアタックをかけて、成功した暁にはキャラクターでお世話になりたいと言ったのだが、結局最後まで話がまとまることはなく、なんと1年経っても放送局が決まらなかったのである。まさかの1年、そう、営業が得意な楠部三吉郎さんがどんなに頑張ってもドラえもんを売り込むことができず、でもドラえもんは必ず素晴らしい作品になるという自信だけはあった。そこで楠部三吉郎さんは腹をくくるんですね。そう、パイロット版の制作である。パイロット版とは、いわゆるテレビ局やスポンサーに売り込むためのセールスアニメであり、自社でドラえもんを1話作って見せて売り込むといえば聞こえはいいのだが、新鋭動画には全くお金がなく、当時10分のアニメを1本作るには400万円ぐらい必要なのだが、先ほどの100万円の小切手さえギリギリかき集めて作った予算なのでどうしようもないのだ。なので楠部三吉郎さんはアニメーターに相談してみると、自分たちは成功報酬で構わない。と、嬉しい返事が返ってきました。おお、すごいなアニメーター。そう、アニメならともかくこれから作ろうとしているのはパイロット版。
作ったところで企画が流れれば作品としても残らないしお金にもならない。つまりただ働きで良いと言ってくれるわけで、この当時のアニメーターには本当にすごいとただただ思うのであった。そして選ばれた作品は、日本テレビ版ではすでに第1話が制作されているのでその経緯もあり、起承転結がはっきりしている勉強部屋の釣り堀が選ばれるのであった。ドラえもんのテレビアニメ版の第1話は、夢の街のビタランドが有名であるが、本当の意味で最初に作られたドラえもんはこの勉強部屋の釣り堀が最初なわけだな。そしてアニメの絵が作られ、1978年秋頃にアフレコとなり、録音監督の浦上康夫さんが担当し、いつもの5人とのび太のままで6人が声優としてキャスティングされるのだが、これが2005年までドラえもんを担当されていた大山信代さんなどの声優陣なのである。おお、ここに来てもう声優が決まるんだね。そう、本来パイロットフィルム版の声優ってアニメ化したと聞かれることがほとんどなのだけど、このドラえもんだけはパイロットフィルム版から続投されたという、非常に珍しいパターンだったんだよね。ちなみにこの時の裏話として、A プロ時代から経理、新A動画では専務取締役やプロデューサーを務めていた別紙総一さんは、パイロット版の時お金がなさすぎて、背景会社、録音会社、撮影会社に頭を下げ、タダで貸してくれ、とお願いして回ったといい。むちゃくちゃすぎる。でもどの会社も、制作が決定したら仕事を回してくれるならという条件で飲んでくれるのだった。いやほんとどの会社も良い人でよかった。そんな感じで出来上がったパイロット版は、早速藤本先生の元に持っていき、声優さんたちと一緒にパイロット版を視聴し、特に大山信代さんは先生の反応を気にしておられ、見終わった先生は一言、びっくりしました。ドラえもんってこういう声だったんですね。そう、よく大山信代さんなどがインタビューで答えられるこのセリフは、この時に放たれた一言だったのである。このパイロット版の内容は、藤本先生の一言からばは一気に和やかな空気に変わり、一発 OK をいただくのであった。ちなみにここで再度余談だけど、このパイロット版今では見ることは難しいのだけど、2004年に刊行された、僕、ドラえもん創刊号の特典 DVD とかで見れたりして、メルカリで、僕、ドラえもん、DVD とかで検索すると数百円で入手できるから、もし興味があったらパイロットフィルム版も見てみてね。今とちょっと違うところもあるけど、結構違和感なく見れるしすごい面白いんだよね。うむ、ってな感じでパイロット版が完成し、原作者の OK ももらえたくすべ三吉郎さんは、その足で早速朝日通信社@ADK へ向かい、関谷勲さんに見てもらうのだが、なぜ朝日通信社を選んだかは不明であるが、関谷勲さんは見終わると、他には絶対に見せないでください、と、絶賛してくれたとあり、その関谷さんと共にテレビ朝日へと向かうのだった。おお、ここでまたテレビ朝日が来るんだね。そう、そして出てきたのは当時編集部長だった小田久右衛門さんであり、後にテレ朝の天皇と呼ばれるほどの切れ者で、ニュースステーション朝まで生テレビを手掛けた切れ者である、この小田久右衛門さんに先ほどのドラえもんのパイロット版を見せると、おい、関谷、これ、どこかに見せたか。と、関谷さんと全く同じ反応を見せたのだが、ここはさすが関谷勲さん、彼もなかなかに切れ者で、ひえださんに見せましたよ。ひえださん、ひえださんとはフジテレビ@フジメディアホールディングスの編成部長、ひえだひさしさんのことであり、まあ要するに他局のライバルに先に見せたと嘘をついたわけなんですね。おお、完全に仕掛けに行ってるね。うむ、なので当然これに関して小田久右衛門さんはほえ、バカモン、俺に見せる前にヒエダに見せたのか、いいから俺に任せろ。と、小田久右衛門さんは言うのだが、ここで関谷勲さんは、ここで即決してもらえるなら、ヒエダさんの方は断ります。決断に時間がかかるということなら、こっちだってヒエダさんに義理立てがありますから、と、さらに嘘を重ね小田久右衛門さんを焦らせ、なんとその場でゴーサインをいただくのであった。さすがは大手の広告代理店、やり手だわ。うむ、というわけで無事にテレビ朝日でドラえもんのテレビアニメの放送が決まる、ドラえもんの版元、小学館の役員からも許可がおり、ついに大詰め、本来はテレビ局と契約する際は代理店を挟みますが、なんとくすべ三吉郎さんは直接テレビ局と交渉しに行き、契約の場に応援として、東京ムービー時代に助けてあげた小学館の編集者立川俊之さんが付き添ってくれました。立川俊之さんとは、その昔新オバ級の商品化権問題が起きた時の中である、商品化権問題。商品化権問題とは、その昔日テレが新オバ級を放送している時に、小学館の断りなしに勝手にアニメ絵本を作ろうとしていて、いやさすがにそれはおかしいと日テレを訴えたのだが、オバ級がここまで来たのは誰のおかげだ。と、日テレ側に逆切れされてしまい、今は知らないけど昔のテレビ局というのは、天下のテレビ局、という感じだったので、それ以外の業種があまり強く口出しができなかったのである。そんな天下のテレビ局に単価を切ったのがくすべ三吉郎さんであり、この野郎、お前も立て、何ふざけたこと抜かしてんだ、礼を尽くしてきていただいた人に対して、その言葉はねえだろ、取り消せ。と、後にも先にもテレビ局に単価を切った唯一の人間がくすべ三吉郎さんであり、
彼のモットーである義理と人情、相手がどんだけ偉い人でも筋違いなら筋を通す、そういう人なんだな。そうか、そういえば楠部三吉郎さんもやり手の営業マンだったもんね。そう、その縁で立川俊之さんとは古くからの戦友であり、今回応援に駆けつけてくれたというわけである。そして二人で小田急右衛門さんの元へ行くのだが、お互い侍のように短歌を切り合っており、これはお互いを罵倒するというよりかは、お互い演技の部分もあり、ここでビビるようなら大したやつじゃないみたいな、恵み交渉の一環でもあったわけだな。初対面で怒鳴り合うなんて、すごい時代だ。というわけで、短歌を切りつつもお互いを認め合い、いざ契約という段階で、契約書の一文に楠部三吉郎さんはペンを止めてしまいました。そこにはこう書かれていたのだ。著作権はこうかっこテレビ朝日にあり、二次使用の許諾権を有する。え、そんなことってありえるの？これ当時では割と慣例であり、小田急右衛門さん曰くどのプロダクションでも同じ契約をしているらしいのだが、これに楠部三吉郎さんは待ったをかけたのだ。小田さん、僕は詐欺師じゃない。だって僕が藤本先生から預かったのは放送権だけなんです。原作を利用して映像にしてそれを放映する、その権利を預かりしているだけです。その先の権利をテレビ局に預けるというのは納得できない。だっていいですか、映像だけじゃ成り立たないんですよ。原作者がいるんだから、原作者の許可が得られなければ映像だって作れない。それを勝手に局が著作権二次利用の許諾権を握るなんてペテンだ。他の連中は分かっていて片棒を寿司ランフリで担いでいるが、俺は嫌だ。俺はペテン人じゃない。楠部三吉郎さんは契約直前まで言ったのだが、なんとテレビ局の人間にまた単価を切ってしまい、長いものには絶対に巻かれない、義理と人情、そして絶対に筋を通すと決めたから、もし藤本先生に今までそういう契約なんですよと言えば藤本先生は納得するかもしれないけど、全部、楠部君に預けた、と言われたからには、この契約書にハンコだけは絶対に押せなかったのである。というわけで当然この契約はなかったことになり、楠部三吉郎さんは席を立たざるを得ませんでした。え、これでテレビ朝日との契約が決まるんじゃないの？うむ、藤本先生から預けられたこの重さが分かっているだけに、楠部三吉郎さんは筋を通して判を押さなかったからね。だが、夜中の1時過ぎに電話が鳴るのだ。小田だ、明日の1時に会社に来い。と、たった一言だけ言われて電話を切られてしまいました。いやこれやばいじゃん。絶対怖いやつじゃん。へぇ、でも次の日楠部三吉郎さんは再度テレビ朝日を訪問してみると、小田急右衛門さんが応接室に待っており、こう言ったという。お前の言うことは分かった。すべて飲む。え、まさかの。お前は痛いところをついてきたけど、確かにそこだよな。もし俺がお前の立場だったら、同じように憤慨するだろう。と、なんと小田急右衛門さんもわかっている人間、熱く潔い人であり、お上からの許認可事業だった体裁を改めてもらい、イーブンの契約であることを踏まえてもらい、テレビ朝日開局以来、初めては文タイプライターでその場で契約書を作成して締結するのだった。おお、今度こそ本当にテレビ朝日でアニメ化が決まったんだね。そう、そしてその後版元の小学館や、原作者である藤本先生を招いて、単行本1000万部突破、そしてアニメ化決定記念パーティーが開かれるのだ。そのパーティーでは藤本先生が最初に挨拶として登場し、このように話したと言います。皆さん、世の中に二人のアホがいました。一人はダメだダメだと言われても、それでもドラえもんしか書けなかったアホな作家。もう一人はダメだダメだと言われ続けても、一年以上もドラえもんだけ持って回ったアホなセールスマン。この二人のアホがいて今日があります。そう、この二人というのは紛れもなく藤本先生と楠部三吉郎さんのことであり、藤本先生なりに楠部三吉郎さんの頑張りを評価してくださったんですね。ただ、楠部三吉郎さんはその内情、自分は交渉の窓口になっただけ、多くの関係者、スタッフの思いが結実したからこその再アニメ化、テレビ朝日、小学館、新映動画、ADK、多くの人間の人知れない苦労が、この成功の裏側にあります。自分だけでは何もできなかった。と語り、これは楠部三吉郎さんの人間性もあるが、それでも楠部三吉郎さんのドラえもんの再アニメ化の功績は大きく、そしてこの後もう少しだけ一悶着あるのだけど、数ヶ月後の1979年4月2日の18時50分から、夢の街、のび太ランドが放送されてから、現在に至るまでずっとテレビ朝日でドラえもんが放送され続けているわけなんですね。なるほどね。今日のドラえもんがある日突然テレビ朝日で決まったわけじゃなくて、東京ムービー時代から本当に長い流れがあって、いろんな人の思いや思惑があっての今日のテレビ朝日のドラえもんってわけなんだね。そう、そしてその後のドラえもんは全てが順調に進むわけではなく、もちろん途中でいろいろな問題は起こるのだが、それはまた別のお話。というわけで、これにてなぜテレビ朝日でドラえもんが放送されているのかの解説は以上だが、最後はちょっとした面白い余談で、実は今回の主役であった楠部三吉郎さん、彼その後も新鋭動画で手腕を発揮して、ドラえもん以外にもあたしんちとか、特にクレヨンしんちゃんという大きな案件にも関わっているのだが、
この楠部三吉郎さん、営業として毎晩のように銀座で接待をしていたので、会社や家より銀座にいる時間の方が長いぐらい銀座に通っていたのだが、ある日、クレヨンしんちゃんの原作者である、薄井義人先生や編集者と飲みに行った時、薄井義人先生のことを思って、編集者の手前連載に穴を開けるわけにはいかないから、一次会で先生を返したそうなんですが、みんなだけ二次会に行ったのに自分だけ返されたのが逆にご立腹だったらしく、クレヨンしんちゃんの連載でネタにされてしまい、しんちゃんのパパである、広志の取引先の社長として、家具新鋭物産社長福部沢郎として登場しており、女性のお尻を触りまくるスケベ社長として登場させられているのだった。福部沢郎、まあ実際ほとんど事実らしいので反論のしようがないみたいで、楠部三吉郎さんはゲラゲラ笑っていたそうですね。というわけで余談は以上、これにてなぜテレビ朝日でドラえもんが解説されているのかを以上にするぜ。ドラえもんのテレビアニメ化は思い返せば日テレ版から始まり、6年という歳月を経て再度アニメ化されるのだが、そこには様々な人の思惑があり、何より藤本先生が託した思い、そして何より楠部三吉郎さんが最後まで諦めずに走り回り、テレビ朝日と言い分に契約を取れたからこそ、今日のテレビ朝日版のドラえもんが放送されているのだった。今回、多くの書籍や情報をもとに解説いたしましたが、これでも紹介していない部分が結構多く、もっと詳しく知りたい方は上記の本、またはネットサイトなどで詳しく読んでいただけると幸いです。この動画はあくまで全体の上辺の部分だけを簡単に紹介しただけの動画ですので、あくまで取っかかり、もっと詳しく知りたい人はご自身の目で確かめられていただけると幸いです。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。